スターシードさんから2枚のカードを引きました。こう出ましたね。逆位置とかよくわからないけれども、これ後からちゃんとネットで調べて文字に起こそうとは思うんですけれども、カルミックリレーションシップス、カルマ、前の宇宙から今の宇宙を見ているような、未来を見ているような、そんなカードかなって思いました。カルマのことについてちゃんと考えましょうって、なんか自分が嫌な相手からも学ぶことがあったりとか、助けられることがあるよっていうのが今日他の占いを見ていてあったので、その言葉をそのまま引用します。なんか敵だって思ったら全部が敵なわけではなくて、意外と今度は味方になる時もあるんだろうなみたいな感じに私は見えます。過去の自分の行いだったり、今の、返し方だったりが、その人との今後に関係してくるのかなっていう感じです。で、これは正位置で出たけど、正位置とかあるのかわからないけれども。You got to the love。なんだろう。あなたは神。愛しましょうみたいな感じ。あなたの神様は、あなたは神様ですみたいな感じ。愛しています。愛を受けましょうみたいな感じかな。自分ちは思わんかったな。いろんな関わる人が神様なんだよっていう風に感じたな。そうね、なんかいろんな顔があって、みんな綺麗な顔してるんだけれども、でも自分っていう風に見るんだったら、いろんな人に見せてる顔が全部自分であって、それを全部愛しましょうとか、なんか八方美人にならなくてもいいけれども、それぞれにいいって思われてますよみたいな風に私は感じました。2つのカード、もしこれを合わせて読むとしたらですね、いろんな顔をしていた自分が、過去生の自分や未来生の自分にいるかもしれないけれども、みんながいい風に調和できればいいなって、そのお互いに作用し合って、前は敵だった人が全部味方につくとか、前は味方だった人が敵になっちゃうかもしれないけれども、その時々の行いは自分の心に従っていいんですよみたいな風に感じました。そんな感じです。一回閉じます。